2002年1月東京で開かれたアフガニスタン復興支援国際会議この会議は我が国が主導しアフガニスタンへの支援を呼びかけましたそれから10年当時私たちは戦争と悲惨以外何もないそうした嘆きと悲しみの声に耳を澄まし困難に満ちた 厳しい現実と向き合うことから始めなければなりませんでしたアフガニスタンを見捨てない7月8日再び開かれたアフガニスタンに関する東京会合議長国はアフガニスタンとわが国日本参加したのは55カ国25の国際機関です今般の 会合はすべての関係者がアフガニスタン復興への誓いを新たにする場です荒廃した国土の復興には国際社会からの支援が欠かせませんその支援について今回の会議では議論の成果をまとめた東京宣言を採択国際社会が2015年までに 160億ドルを超える支援を行うことなどを盛り込みましたその中で日本は今年からおおむね5年間で最大30億ドル規模の援助を行い農業の技術支援やインフラの整備などに貢献していくことを表明しましたそしてアフガニスタンもただ支援を受けるだけではありませんアフガニスタンはガバナンスの改善をはじめ 復興の歩みを自らの力で実現していく絵姿をしまさなければなりませんその絵姿としてアフガニスタンは変革の10年と位置づけられた2015年以降の取り組みを表明民主的社会の構築や男女平等などを含む人権及び自由の保障などを確実に実施することを国際社会に約束しました 総理はまた、カルザイ大統領との首脳会談で、支援を続けていくことを強調。さらに、アメリカのクリントン国務長官との会談では、アフガニスタンの治安と開発の両面で、引き続きアメリカと協力していきたいと述べました。日本もまた、たたた復復興興。をを果たした国ののつです。やけの原から高度成長を遂げた戦後の復興 そして、今も取り組みが続く、東日本大震災からの震災復興。世界の誰かとつながっているとの実感は、絶望と不安に苛まれる人々に、明日への希望と勇気を与えてくれることを、日本人は何度も体験をしてきました。だからこそ世界とと共に生きる我が国として アフガニスタンの復興支援を、これからも続けていくことを改めて誓います。